運転手さんすごいのは YouTube 全部米編しとるでな。あ、そうなんだ。うん、ちゃんと見てるんだね。すごい、うん、うちみたいなチャンネルやったらさ、うん、米編全然楽やけどさ、あんだけね、あの日記があってわーっとコメント入るところでやるのすごいな。あと行ったお店は、つけ麺さ一気。ああ、一気、はい。あとは、日本晴れ。日本晴れってチェーン店かかな。聞いたことある、聞いたことある。あと、マルギー2号。ゼロ系ね。あこれは西岡崎の近く。はい。パチ屋の横にあった。うん。ゼロ系か。うん、俺、ゼロ系食わねえよね。あ、そうか。こっちは食べるんだよね。ここ数年はね、もう、小サイズにするけどね。小サイズでも食べたい。うちは、まあ、あまりそもそも、まあ、いわゆる西側に入ってくるか、二郎系の店自体が少ないやん。うん。四日市やと太道か。こういうね、肉肉しい。ああ、肉肉しい。うん、正月前に一回国に行ってきりか。太道に。ああ。うん、もうリニアルさもね。うん。なかなか、自動系は、まずシステムがつかめやんし。あ、そうなの？お前は、いまだにホエになれやん。そう、じゃあ一緒に来いわ。うん。うん、ハマるよ。うちも本場の自動もやっぱすごい感動させて。あ、行ったんや。あ、行ってるよ。うん、どこやったっけ、あれ、どこやったっけ。あの裏面二郎はもう都内たくさんあるよ。うんうん、横浜行ったら横浜関内店の二郎は、はい、二郎の中でも結構評判のいいんですよね。めちゃくちゃ並ぶ。うちだからちゃんとした二郎系の店で行ったことあるんですか。その太道と、あとあそこだ、あのラーメン荘。あとね、名古屋にもあるはず。俺が行ったの京都の方の店だけど、うん、ラーメンそういう夢を語れっていう。ああ、聞いたことある。うん、あそこだけが何も知らずに入って、うん、忘れません、もう7年ぐらい前かな、うん、ラーメンを食べに行くっていう企画で、あれね、ああごめん、名前言ったP 連続で、はい、C さんと言ったと思ったけど違うわ。やす Y 君や、うん、Y 君と言った時、上屋さん宮店、天一の、うん、あそこ行こうとしたら、臨時休業しまとってっていう話したことない。うん、ああ、初めて。臨時休業しまとって、あちゃーってなって、そっから結局京都まで走って本店の方食べに行ってんけど、うん、本店がまさかの定休日で、うん、今もあんのかな、当時は定休日設定があって、うん、定休日で、本店もやってなくて、天一の、うんうん、で仕方ないからブラブラブラーって走っとったら、ふわーって一乗寺っていうところにたどり着いて、うん、そしたらなんかめっちゃラーメンの香りしやんってなってきて、すごい、ほんとラーメンのカレーがしてくんのよ、あのあたり、うんうん。で、掘ってみたら、結構学生さん、京産大とかあのあたりが近いのかな、うん、で、学生さんがわーっとおって、で、ラーメン屋さんがブワーって並んどるところがあって、うんうん、これやんって言って、止めて、どの店にしようかなと思って見とったら、そのラーメン荘ってところがあって、で、パッと見たら、すごい並んどったんよ。
あ、並んどるな、ここ、と思って目つけとって。で、他のところもぐるーって見て回って、一瞬戻ってきたら、ちょうど行列が切れとったんよ。あ、あれ、さっきまで混んどったのに、あ、なくなっとると思って、この時点でフラグやったんよな。そんな一気にポンって流れがなくなるところっていうので、まず判断しやなかったよ、本来は。だから、あ、ちょうど過ぎとるやん。あ、今やったら先頭で並んで、やっぱり、あ、いいやんと思って、入って、で、メニュー見たらもう超シンプルよ。うん。並盛り、大盛り。チャーシュー麺の並盛り、大盛り。他何がいんねんっていう感じの食券がポンって置いてあって、シンプルやなぁと思った。で、つれは並盛りにして、俺何もしなかったから大盛りにして。そしたら色のついたやつがさ、コロンと出てきてさ、あ、斬新やなぁって思いながら。ふっと席に座ってね、それをポンって置いて、うん、したら、あ、大盛りが赤色やったかな、うん、赤のやつをポンと置いた瞬間になんか店内がちょっとざわついて、ざわざわってなって、ってなって思って、あれ、水がと思ったら全部セルフサービスで置いてあるわけや、うん、お、ちょっと待ってとこのシステムもしかしてと思ったら、前に並んどった人たちのコールが始まって、うん、野菜マシマシ、ニンニクマシ、はいはい、あー、下田二郎系かーってその何、二郎系自体が嫌って言うんじゃなくて、二郎系で俺は大盛りを頼んでしまったってことにそこで気がついて、あの、それはまずいっていう認識はちょっとあったね。自動系は波でも多いやん、うん、でましてやそのラーメンソーでその中でも多い方らしいな、うん、だからラーメンソーで波盛りを食べたら私は大食いです、あの、うん、そこそこ食えますよって言えるぐらい、うんうん、麺少なめにしませんでしたって言えるレベルらしいね、うん、で大盛り頼んでしまって、うん、まあ対策として野菜はマシマシにしやんかった、うんうん、多分野菜マシマシにしたら死ぬと、うん、で、つれは麺少なめにするのを忘れ、あの、できやんくて、うん、いわゆるコールを失敗して、うん、コール失敗して普通の野菜マシにして食べとって、で、うちはニンニクはマシマシにして、うん、で、言ってんけど、当時の写真が残っとったら出しとくけど、半端なかった。でも食ったもん。俺、あれも大盛りを食べきったのは、あれ食べきれたのがでかかったね。だって、周りの常連さんが写真撮らせてくださいって、写真撮っとったもん。はい、初めて見たって言った。トンって、丼とかもすり鉢みたいなんよ。うん。置かれた瞬間、やっちまったと思ったもんな。山盛りの野菜、あ、だね、その、マシマシにはしやんかったから、マシマシにせんでもある程度山盛り、ただ美味しかった、だから食えた、うん、だからまあ惜しむなくはスープ簡易はできやんかったよ、さすがに、ただ結局その波盛りの方の、友達が結構と、より先に俺の方が食べ終わって、うん、で、結構きつそうやったからちょっと麺取って、うん、すごいな、まだ若かったもん、だって20代やったもん、あ、ってことは違う、30になる前やから10年ぐらい前か、あ、で、あまりに腹が膨れてしまったもんで、このままやと運転できやんって言うんで散歩して、散歩しとったらなぜかミクさんのいた車が止まっとって、もうガバリッバリのあのカスタムカーで、なんじゃこれってなったっていう、だから京都の街をブラブラ散歩したなっていう、どれぐらいデータあるんだろうな、うん、
そうだ、伊勢塩寺一回行ってみたいんだけどね。うん、よかったよ、伊勢塩寺。あれってあの電車って京阪電車が走ってんだっけ。いや、あそこは営山電鉄やったと思う。あ、そうか、うん、確か出町柳から伸びてるとこだよね。そう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 、ちょっとやっぱね、ちょっと距離あるもんね、うんうん、うちも迷子になったからって言ってただけやから、うん、本店がその閉まっとるって情報が京都市内入ったぐらいで分かって、うん、それこそその相方が京都入ったあたりでところで、あそこ臨時休業やったけど本店も臨時休業ってことないですよねって言い始めて、うん、確かになと思って調べたら、うん、さ、そもそも定休日っすよ、今日木曜日でしたよねって言われて、まあ、木曜日定休らしいですよって、うん、計画やでなぁ。